本日はですね、パタゴニアのバギーズロングとバギーズショーツのサイズ感の比較と1年間使用してみてどうやったかっていうところのお話をしていきたいなと思います。で、僕はですね、去年こちらのバギーズショーツを買ってるんですけども、バギーズショーツ、バギーズロングともになんですけども、パタゴニアの名作中の名作で、とにかく水陸両用で軽いし動けるしすぐ乾くっていうめちゃくちゃ万能なパンツなので、僕も去年買ってこれめちゃくちゃ良かったんで、そのお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まず最初っていうのは、バギーズロングとバギーズショーツの違いについてお話をしていくんですけども、もちろんご存知の方も多いと思うんですが、そうやって違いあんのっていう方もいらっしゃると思うので、バギーズロングっていうのは少し長いんですけども、何が長いんかっていうと、股下の長さが長くて、この股の下のところの部分の長さが違うんですが、バギーズロングに関しては7インチって言って、この股下が18センチの長さになってて、バギーズショーツっていう方はですね、5インチで13センチになってて、たった5センチの違いなんですけども、たった5センチ何が違うねんって思われる方もいらっしゃれば、めちゃくちゃちゃうやんっていう方もいらっしゃると思うんですが、その5センチが違うっていうことぐらいで、あとは生地も同じですし、撥水効果がついてるとかっていうのも、基本的には変わりはないんですけども、その股下の長さが違うっていうので、結構悩まれる方も多いと思うので、その着用動画とかも見てもらいたいなと思うんですが、その5センチ違うだけで、一応重さは6グラム変わるんですが、6グラムやったらそんな履いてて分かるような重さじゃないと思うので、やっぱり見た目が一番変わるところになるとは思うので、着用動画見てもらうんですけども、このバギーズロングショーツともに、スポーツで着られる方もいらっしゃれば、街用で着る方もいらっしゃると思いますし、あと、海パンとして着られる方もいらっしゃると思いますし、様々な着方があると思うので、僕も一応着用動画に関しては、街で着れる、海で着れる、そしてスポーツでも着れるっていう感じで、着用してみたので、その様子を、見てもらえたらなと思いますので、そちらをどうぞ。When I met you, we
はい、という感じで見てもらったんですけども、まず最初に T シャツ、一番最初の T シャツの姿なんですけども、バギーズショーツ、ロングともに、まあ全然どっちでも着れるとは思うんですが、ショーツの方が、まあ、僕個人的にはちょっと足が長く見えるかなというふうに思うので、まあ、スタイルよく見せるにあったらショーツなんかなっていうふうには思います。あとちなみに僕よくスネ毛剃ってるんですかって質問いただくんですけども、スネ毛に関しては全く剃ってないので、まあそのままにしてるんですけども、まあ体毛薄い系 YouTuber なので、剃ってないんですけども、まあ薄いっていう感じになってます。シャツに関しては、まあ、好みになってるんかなと思うので、まあ、この辺はまあ、好みでいいかなと思うんですけど、次のスポーツっていうところになってるんですけど、まあ、これに関してはですね、動いてる様子とか、ストレッチしてる様子とかっていうのがあったと思うんですけど、ちょっとショート丈の方は、まあ、履いてて感覚としては動きやすいですし、股も開けたりしやすいんですけども、その分、結構際どいラインまで、裾が上がってくるので、まあ、それがちょっと見られてる感じはどうなんかなっていうのは思ったので、まあ僕もそうなんですけど、やっぱおじさんが結構キワキワまで見せるのって、まあ女子から見たらキモいんかなとは思うので、まあその辺に関してはちょっとまあまあどうかなとは思いますが、動きやすさに関しては、まあショートは結構動きやすいって感じで、で、ロングがよくまた開いたら引っかかるっていうのは聞いてて、これもともとストレッチ性がないので引っかかると動きづらいなとか思ってたんですけども、まあちなみにこのロングは弟にプレゼントするように買ったやつなんで、もう今はないんですけど、まあ、この開いてみたら、特に引っかかったりするのは僕はなくて、また開いても動きにくくないですし、こう走ってても動きづらいとかっていうのはなかったんで、まあ、その辺に関しては動きやすさは別にどっちでもあんま変わらへんかなというふうには思います。もっと足を上げたりとか、もっと股を開くような運動する方であればショートの方がいいとは思うんですけど、まあ、ランニングするとかちょっとストレッチする程度やったら別にショートもロングもそんなに動きづらさは変化ないかなと思います。で、最後のちょっとオーバーサイズの T シャツなんですけど、まあ、これに関しても別にまあ好みかなと思うので、まあ、別にどっちがいいってことはないとは思うんですけど、まあ、好みかなと思うので総括していくと、バギーズロングの方はですね、やっぱり丈が長い分女性受けとかは結構安心できるんかなと思うんですけど、バギーズショーツの方はやっぱ丈が短い分結構足の形とか足の長さが際立ったりはするんですが、その反面女性受けはどうなんかなとは思うんですが、まあ、ちなみに僕の嫁はショーツの方が好きって言ってるので意外と短い方が好きなんですけども、まあ、男性が際どいラインまで見せるっていうところを考えると、まあまあ、まあ、どうなんかなっていうのはあるかなと思います。はい、でもまあ僕も個人的にはバギーズショーツの方がまあ好きかなと思います。で、次はですね、1年間使用してみてっていうことなんですけども、まあ、実際着用してみていい点もあれば悪い点もあったんですが、まあ、まずその前によく言われる点なんですけど、洗濯すると縮むってよく言われたりするんですけど、まあ、それに関してどうなんかなと思って、これ実際1年間着用して洗濯バンバンしてるやつと、あとバギーズロングは新品のを比べてこうやって測ってみたら、まあ、そんなに長さに関しては、まあ、5センチ、股下の長さが違うって表記になってるので、これ1年間洗ってもそんな縮んでる感じはないんかなというふうに思うので、まあ、新品とそんなに変わらへんのかなと思いますので、縮むっていうのはそこまで大きくは縮まないんじゃないかなというふうには思います。まあ、ちなみにこのゴムのところが縮むっていう可能性はあるんですけど、まあ、丈がギュッと短くなるっていうのは今のところはないんじゃないかなと思います。そして、まあ、ショートの方が幅が広いとか、ロングの方が幅が広いとかって言われたりするんですけども、まあ、この太もものとこの幅なんですけど、広いって言われるんですけど、まあ、これも重ねて並べてみたんですけど、まああんまり幅もそんなに変わらへんかなっていうふうに思うので、まあ、よく言われる洗濯したら縮むとか、あとまあ幅が違うとかって言われているのは、そこまで劇的な差はないんかなというふうには思います。で、実際ここからは僕の個人的な感想なんですけど、良かった点、悪かった点っていうところなんですけど、良かった点に関してはですね、やっぱりいつでも着れるっていうところは良かったなと思って、その水陸両用で、まあ、僕結構趣味で海に行くことがあったりするので、その時とかにも使えますし、水着として使えるし、あと寝巻きでも僕は結構使ってて、もちろん私服でも使えるので、街でも海でも、まあ部屋着でも使えるっていう感じで、で、次はですね、まあその水着とかで使った後とかでもすぐ乾くので、1時間とか2時間ぐらいしたら、もう普通に乾いた状態になったりとかしてるので、あんまりこう着替えとか持っていく必要ないんかなと思うので、まあ、僕はもう濡れたまま海上がって、水浴びて、ちょっと日向でぼーっとしとったらもう乾いてるので、そのまま車乗って帰るみたいな感じで、もう水着、替えのパンツが持っていかんと、もうこれだけで行ってたっていう感じで、中にライナーが入ってるので、ノーパンで履けるので、まあ、そんな感じで履いてたっていう感じなので、まあそこが良かったかなと思います。で、あともう一点いいところはですね、まあ先ほどの着用動画でも言ったんですけども、やっぱり足がちょっと長く見えるところが、まあスタイルがよく見えやすいっていうのが、まあこれショートならではなんですけど、バギーズショーツならでは、まあ足がちょっと長く見えるところが、
まあ良かったかなと思います。で次はですね、悪かった点なんですけど、まあ悪いっていうか、まあちょっとどうなんかなって、人によったらどうなんかなって思う点が、まあ、僕個人的には好きな部分なんですけども、あの1年間ずっと洗ってたらやっぱり新品の時と比べると結構色褪せてるっていう感じになってて、あの新品時の動画っていうのが、あのまた1年前に出しますので、それは動画説明欄にあるので、興味ある方は見てもらったらなと思うんですが、まあ、結構色があの薄くなってるっていうのが、まあ、人によれば経年変化やし、人によったらちょっとなんかこう古くなってるっていう感じは、まああるかなと思うので、まあ、そこがあの色が褪せてるっていうのが、まあ一つ欠点でもあり、まあ、特徴でもあるかなと思います。で、二つ目がですね、これはまたバギーズショーツならではなんですけども、これ僕街中でも結構履くので、これ履いて電車とか乗ったりするんですけど、電車とか自転車乗ってる時って座ると思うんですけど、座るとその丈がぐっと上に上がってくるので、結構電車乗ってる時とかは際どいとこまで上がってくるので、まあそこはなんか自分でも嫌やなとかって思ってたんで、座ったりする時、まあ自転車で漕いだりしてる時もそうなんですけど、結構上の方まで上がってくるので、まあそこはまあちょっとどうかなっていうふうに思うんですが、まあ普段は全然長さがちょうどいいんですけど、そういうちょっと運動したり座ったりすると結構短くは感じる人はいてるんじゃないかなというのが、まあ、ちょっと悪い点というか、まあ、どうかなという点かなというふうに思います。はい、という感じでですね、まあ、あの個人的な感想とかも結構あったりするので、まあ、その辺はあの、まあ、ご自身でこう見てもらって参考にしてもらえればいいかなというふうに思いますので、まあ、僕はですね、去年買った買い物の中でベスト5ぐらいに入るぐらいこのバギーズショーツは気に入ってるっていう感じになってるので、まあ、今年も新しいのを買おうかなというふうには思ってます。ということでですね、まあ、本日はパタゴニアのバギーズショーツロングのサイズ感の比較と1年間使用してみてどうやったかっていうところのお話になってました。では以上、ありがとうございました。